ドライバーは愛知県議会の議事堂前でパトロール隊の出発式が行われ SKE48 の太田彩香さんと末永桜香さん、愛知県警の鎌田哲郎本部長らがドライバーに対し夕暮れ時の早めのライトの活用や飲酒運転をしないように呼びかけました。 今年、愛知県内で発生した交通事故で亡くなった人の数は去年の同じ時期に比べ11人多い102人で大阪府に次いで全国2位となっていまます。秋の全全国交通安全運動は今月30日まで行われます。